外国人の視点でサインの魅力に迫るワッツサインのコーナーです。はい、今回はマレーシア出身の男性と私が一緒に安来市を旅してきました。島根県安来市にやってきました。この町は豊かな自然に囲まれ、古くから産業文化が栄えた歴史ある町なんですが、そんな安来市を一緒に散策していただくのはこちらの方です。マレーシア出身の留学生イサンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回一緒に旅をするのはマレーシアからの留学生イサンさん。日本に来て2年目、まだ20歳というフレッシュ留学生です。島根県東部の安来市、人口はおよそ4万人。古くから製鉄業が栄え、また伝統文化も今に残る歴史ある町です。まずイサンさんに最初に紹介したいのは、はい、安来節です。はい、ご存知ですか？安来節？はい、わからないですね。まず私たちが訪れたのは安来節園芸館。どうですかイサンさん？めっちゃでっかいですね。そうですよね。これぞ日本の演劇場というような雰囲気ですね。そうですね。うん、お客さんが踊りの体験もできるこちらの演芸館、開演前席について待っていると、踊りたくなってきたか。はい、はい、いいですか。ありがとう。あ、いいですか。ありがとうございます。伊沢さん、踊りましょう。どんな踊りか知らないのに思わず手を挙げてしまったイサンさん、その場で土壌すくい踊りの衣装に着替えることに。あ、イサンさんかっこいい。ありがとう。最初の20分間は座って私たちの公演を見ていただきますので、はい、かすりの着物に手ぬぐい、そして鼻には昔の貨幣一文銭。イサンさんお似合いですよ。あれいい意味ですかね。いい意味ですよ。安来の民謡安来節、この歌に合わせたさまざまな演芸がありますが、中でも有名なのはこの土壌すくい踊り。そのスタイルとひょうきんな踊りが見る人を楽しませます。そしていよいよ私たちが体験することに。腕を組んで膝を曲げる歩き方は、今ご覧になったようにこの膝をうまく使いながらこういうふうに歩きます。まあそれなりにあるいいところでは結構ですが、指導を受ける私たちですが、イサンさんの表情は真剣そのもの。うまく踊ろうと必死です。イサンさんどうでした？踊ってみて。僕はやっぱりたくさんでちょっと無理ですね。僕には難しかったですか？難しかったです。どこが一番難しかったですか？こう動くのが難しいです。歩くのがね、難しいです。安来の伝統芸能を体験。イサンさん、私よりお上手でしたよ。次に訪れたのは園芸館のすぐ近くにある足立美術館。見てください。あ、綺麗ですね。これはすごいですよね。これはやばいですね。これはもうまさに天国ですね。安来の山々と手入れされた庭が織りなす光景。こちらの枯山水庭は背景の自然美も生かす技法を用いて作られた庭。そのコントラストは人々を魅了します。でもどうですか、マレーシアのお友達とか連れて行きたくなるんじゃないですか？それ連れて行きたいんですよ、絶対。お、家族も連れて行きたいんですね、ここ。そしてこの美術館のもう一つの名物がこちら。明治から昭和初期に活躍した日本画の巨匠横山大観の絵を飾った展示室。それまでになかった新しい日本画を模索し、独自の技を築き上げ、日本を代表する画家となりました。
歴史ある日本の芸術に触れた伊山さんは、数々の作品に心を奪われていました。芸術を堪能した私たちですが、ここでちょっと一休み。訪れたのは国道沿いにある道の駅アラエッサ。イサンさんはこのマレーシアではこういう施設ってあります？ありますよ。 あるんですか。あるっす。マレーシアでは R&R っていう施設がありまして、 R&R、レスト&リフレッシュの、うん、リフレッシュの省略から、野菜は売ってないんですけど、はい、休憩する場所とか、はい、レストランとかお土産屋とか全然ありますよ。ああ、そうなんですね、はい、マレーシアにも同じような施設があるそうです。そして道の駅の定番といえば、その土地ならではのグルメ。安井市は島根県でも有数のいちごの産地。こちらのお店ではそのいちごを使ったスイーツを販売しているそうです。それはソフトクリームですね。いちごのソフト。いちごのソフト。早速この店自慢のいちごソフトクリームをいただくことに。いっちゃってください。いただきます。うまっめっちゃうまい。おいしい。うまい。グー。うん、いちごのいい香りが口の中広がるし、甘酸っぱさがいいですね。おいしい。やっぱり人気ありますか？はい、今一番人気です。甘くておいしい安井の味をいただきました。最後に訪れたのは静寂の空間、山陰を代表する古刹、安木清水寺へ。あのマレーシアには、はい、お寺っていうのはありますか？ありますね、はい、仏教のお寺と、うん、ヒンドゥー教のお寺ありますね。違いって何かありますか？やっぱり周りが違いますね、うん、周り。そう、マレーシアのお寺、うん、お寺はやっぱり周りがほとんどビルなんですよ。ビルが立ち並ぶ中にお寺があるんですか？そうです。へえ。本堂へと続く長い階段を登っていきます。クラフトさん、大丈夫ですか？はい、僕ですかちょっときつくなってきた了解です。着きました、本堂です、国の重要文化財にも指定されている安木清水寺の根本堂。めっちゃいいですね。芸術的にもいいですし、うん、はい、そのやっぱり技術もいるんですね、うん、すごいですね、やっぱり。そして私たちは根本堂の奥にある三重の塔へ。こちらは休日に一般開放され、中に入ることができます。高さがね、33メートルあるんですよ。結構高いですね、はい、階段急なんで気をつけて登ってくださいね、はい、気をつけます、はい、33年かけて作られたという三重の塔です。すごいですね。全然気をつけてくださいねちょっとしゃがみながら行きましょう、はい、うわすげえ。これはすごいです。いやー気持ちいいですね。そうですね、はい、もうまさに日本の原風景のような、もう田んぼもあって山々に囲まれてて、やばいですね。これはすっきりする景色ですね。三重の塔から見る安木の景色、すがすがしい気持ちにさせてくれます。そして私たちは再び境内へ。いらっしゃいませ。お参りなさいました。あのお母さん、これ名物といえば、はい、やっぱりこれですか？そうですね、羊羹。平安時代に伝えられたという清水羊羹。小豆で作られた餡を寒天で固めた歴史ある和菓子です。いただきます。はい、いただきます。一口でいった。うん、甘いですね。うん、すごくいい香りしますね。小豆の香りがね、小豆も家で炊きますからね。素朴な味わいで本当に美味しいですね。こちらではサービスで抹茶も立ててくれ、羊羹と一緒に味わえます。どうですか？めっちゃうまいですね、やっぱり、うん、日本の味がしますね。あ、
清水羊羹と抹茶、最後にのんびりとした時間を過ごしました。塔を登ったりですとか安来節を踊ったりとか、うん、体全体で楽しんでらっしゃいましたね。いやそうなんですよね、うん、そしてねあのイサンさんの日本語めっちゃうまいよとかめっちゃ感動とかなんかねもう日本人と一緒に旅してるんじゃないかなと思うぐらいでしたけど、あの本当に足立美術館とかあんなに庭を見せるところはマレーシアにないそうで感動してましたし、羊羹本当に美味しいって言っておかわりもらってましたからね。今回はマレーシア出身のイサンさんが安来市を旅しました。はい。